愛する娘がある日突然いなくなった。必死になって探す母親は、家族との温度差や世間の無関心や好奇の目にさらされ続けたことで次第に心をなくしていく。全部やってんだってば、全部やってても見つかんないの、もうどこにもいないんだってば。希望が見えない中でも諦めず娘を待ち続ける母親像を作り上げた女優石原さとみは、この作品で石原さとみ第2章と称される新境地を築いた。そこには彼女の並々ならぬ決意があった。それも分かって映画ミッシング公開記念特番。ミッシングの撮影中、何度か取材を受けた石原は、撮影現場の話になるとたびたび歓喜余って泣き崩れた。石原さとみは芸能界の第一線で圧倒的な存在感を放ち、俳優として確固たる人気とポジションを築いてきた。これまでに数多くの映画に出演し、多数の映画賞を受賞。そんな彼女が演技への不安を取り繕いもしない。多分技量がないから、なんかその監督が求めてるものができてるんだろうかってすごくこう不安になることが多々あるんですけど。まるで新人俳優のような姿勢の石原さとみ、これにはある理由があった。映画「ミッシング」は吉田圭佑監督の作品に惚れ込んだ石原が、一緒に仕事がしたいと直談判した作品。そこに至るまでの心境を石原はこう語る。お仕事も楽しいし、すごい幸せな時期だったんですけど、だけどなんかどっかで自分自身が飽きてしまってる感じがして、いや、なんか吉田さんだったら私もっと変えてくれるかもしれないって思って。自分を変えたいと新たな挑戦に挑んだ石原。私生活では一児の母となった彼女が挑んだのは、愛する我が子を突然失った母親沙織。その役に完全に同調し演技する石原は、心身ともにボロボロの状態だった。口内がずっと3つあるんですよで、なんかずっと体調悪くてでも沙織も多分そうだろうなと思いながら。そんな石原の情熱は制作現場にも伝わっていた。やっぱりね、さとみちゃんがあれだけいろんなものをすり減らしながらやってるのはみんな感じてるんで、石原さん自身本当向き合うのすごい大変な作品だと思うので、横で見てなんか本当に母親の子を思う力っていうのはすごいなと思いましたね。女優として母親として石原はこの役にまさに体当たりで挑んだ。そんな彼女の覚悟と挑戦は、同世代の母親はもちろん多くの人に共感を与える。ごめんなさい、お金なんかもどうでもいい。行方不明の娘を探す母親は、容赦ないバッシングや孤独感に立ち向かいながら懸命に生きる。沙織の人生が辛いけど、その中でそれでも前へ進んでいっているっていうこと。ミユ絶対見つかるから、ミユ絶対見つかる。壊れた世界の中で光を見つける私たちの物語。映画ミッシング5月17日公開。